行かないですか。まあ行きたかったんけども、はい、堤が、はい、まあ、大阪駅の方に泊まってたんやけど、はい、もう一駅ですよ、ここまで、うん、そうですね、一駅、高槻の方行ってしまって。なんで？あの真反対京都方面に乗り間違え、ちょっとどう乗り間違えたかよう分かれへんねんけどそんなミスある、はい、だって大阪あって、はい、次新大阪、うん、そうね、うん、ほんで何個か駅、何個も駅あって、うん、俺の実家の茨城市も越えて高槻、うん、そんなことありえへんねん。ない。めちゃめちゃ待たされてんねん。環状線と京都線やしね、違うし、意味が分かれへん。寝過ごしたとか。いや、一駅やで。こう電車乗ったらもう 2,3 分で着くねん。そう、ここ。そうですね。だから環状線をまだね、そうそうそう、越えたんやったら理解ができるけど、真逆に言ってんのよ。違うやつに乗ってんのよ。嘘ついてるんちゃいますか。なるほど。嘘。はい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 。わかったわかった。はい。あいつ嘘ついてるわ。すごい大きい車が。大きい車が。いや、あいつ嘘ついてる。嘘っすか。絶対その遠目の家の、はい、うん、なんかお姉ちゃんとこに泊まりに行ってて、うん、ほんで寝過ごしてん。そうちゃう。そうや、だから高槻のお姉ちゃんとか。いや、そうちゃう、マジでそうちゃう。あいつやりやがったな。そんなことあります。いや、だどう考えてもおかしい、うん、で、この時間に、ね、寝てしまって乗り過ごすが考えられへんから、うん、昼やし、昼過ぎやし、やってんな。ちょっとそれは一回来たらね、来たら検視、ちょっと違うロケなって思ってるやん。いや、ちょっと問いたださなあかんと思うよ。いや、マジでめちゃめちゃ待たされてるわけやから。ほんま、あ、絶対そうやわ。ちょっと俺も許さへんな。あ、木村さんが怒ってる。やってまおうか、ほんま。木村怒ったら怖いからな。っていうか、もうあいつ無視な。木村怒ったらずっと無視やからな。あいつ無視。あいつ無視な。そういう陰険な感じの怒り方。そう、そう。あいつ無視な。学校の一部と同じじゃないですか。おえー、マジでなんやねん。ちょっと待ちましょうか。待つか。もうちょっと着くと思うんで。でもほんま、ない、間違いやからな。でもほんまそうじゃん。なるほどな。俺それが、なんか。ああ、本当に。うん。真実はいかに。真実聞こう、はい、さあ、結構待ちましたね。めちゃめちゃ待ってるよ。いや、ほんまにほんまに待ってる。木村さんが、顔が、ちょっと本当に顔が、いや、わざわざ大阪まで来てくれてんのにやな。あ、来た。本当申し訳ない、すいません。本当に申し訳ない、すみません、本当に申し訳ない。いや、ちょっと立っていただいて、逆にちょっと俺らがなんかなんかちょっとなんかあのパワハラ的な、そうそう、イメージ悪いんでやめてもらっていいですか。え、マジで教えていただいていいですか。はい、ちょっと意味が分かれへんね、その高槻まで行く意味がよく分かれへん。どういう間違い。ホテルは、うん、福島から違うすぐそこに立ってますよ。うん、知ってるよ。で、お昼に新大阪でちょっとランチのアポがありまして、新大阪で何ランチのアポアポとは約束がありまして。何仕事みたいに言うてんの。ランチのアポって。で、余裕を持って来るはずだったんですけども、新大阪から電車出た瞬間に快速で次に高槻に泊まる電車になってしまう。茨城泊まるやろ。あ、新快速。新快速ね。なるほど。でもうそこまでどうしようもなくて、高槻から急いで戻ってきてもこの時間になっちゃいました。いや、ちょっとまだよく分からへん。アポっていうのは何ですか。はい、ランチの約束が。ランチの約束。ちょっとよく分からない。お姉ちゃん家が高槻でとか。違う。ランチのアポの相手誰やん。あ、USJ 時代の。まあ、それ女性は女性なんですけど、別にそういう。
女性でして。全然違う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 。いや、わざわざ大阪まで来てもらってんねんで。そう、はい、なあ、はい、で今日そんなに時間ないねん、はい、他も回らなあかんねんから、はい、電車も来るわ、ほんでえぇ、ー、これだぞ、まだ、まだハモツせんやからな。ハモツせんやからな。よし。音声で何やったか分かんなかった。せやろ。はい。締めたったな。いや本当に。お願いせよ、ほんま。そうでした、本当に申し訳ありません。はい、もうロケするぞ。はい、お願いします。行くぞ。はい。カメラ回せ。はい、行きます。行きましょう。まあまあ。いいじゃないですか。どういうこと？いいじゃないですか。誰かって悪気があってやったわけじゃないんですから。急にどういうこと？いいじゃないですか。本当にもういいじゃないですか。もういいじゃないですか。日陰忠です。何をしてるんだ君は。すいません。精密機械やぞ。バカ野郎。木村さんさっきまでもうあいつのこと無視しようって言ってたよ。せやぞ。いや本当にもうちょっと。いやしょうがない。それはしょうがないですもん。ほんま。はい、ブンブン。うわ、かわいい、かわいい、違うの、ね、懐かしいね。誰やったっけ。佐藤たもちゃん。やりたかったから。ドスの効いたプンプンでしたね。プンプン。でもやっぱその高槻行った理由が分かりましたね。だから新大阪やったけど、やっぱ新快速でやっぱり、ね、こっちでは間違いないですよ、やっぱびっくりしました、すみません、本当に。いやいや、ランチのアポすな、ほんとにランチのアポ。俺何も食うてへんねん、俺。それは俺の勝手か。よし、回しました。おう、じゃあどうする、あの再開しましょうか、撮影。でもこっちは手持ちでいいな。はい、はい、じゃあ、というわけで、これ、グラスの行きです。あ、もうちょっとこんなメインでは、すいません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。貨物船やからな。